歌手で女優の神田沙也加さんが18日午後9時40分、亡くなっていたことが19日、明らかになった。写真。沙也加さん、元を、村田満と父、神田正輝との幸せだったサンショット。主演ミュージカル、マイ・フェア・レディーの札幌公演に出演するため、同市内のホテルに滞在。22階建てホテルの14階屋上部分で倒れているのが発見され、死亡が確認されたという。神田さんは2017年に歌手で俳優の村田満、44、と結婚したが、19年に離婚した。村田のツイッターにはこの日、満さん、今とてもすべてが、お辛いとは思いますが、お仕事などもお体に無理せず頑張ってください。ただただ心配です。お心を大切に、など、心身を気遣う声が集まった。村田は昨日午後10時8分にツイートしたのが最後。来年出演する舞台についてつぶやいており、神田さんについては言及していない。日本命の電話、相談窓口。厚生労働省は悩みを抱えている人に対して相談窓口の利用を呼びかけている。バル、旅ダイヤル 0570-783-556 午前 10:00 から午後 10:00。フリーダイヤル 0120-783-556 毎日午後 4:00 から 9:00 毎月10日午前 8:00 から翌日午前 8:00。